こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ナイトハントも好スタート。フライトムーン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくフライトムーン行きました。続いて前へ行くのはナイトハント、さらにはスーパークリーク、11番クールウィーク、その後ろでは前の方からナイトハント先手を取りました。その外からフライトムーン、内からはマスターマッチ、オレンジの帽子フィールドサンセット、その後ろすぐ隣にシングルワイン、クールウィーク、すぐ後ろ黄色の帽子スーパークリーク、いい位置につけました。トラストナウ、そのうちに続いています。並んで6番ダッシュエレガンス、ロススルー、この馬もこのグループ、すぐ後ろにファイナルビクトリー。並んで7番イージーサーベル、ツインジャッジ、この馬もこのグループ、その外からグロリアシークレット、しんがりからチャペルドライバー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはマスターマッチ、さらにはアインファント、これに続くのがフィールドサンセット。並んで16番シングルワイン、すぐ後ろにクールウィーク、その外からフライトムーン。並んで6番ダッシュエレガンス、ロススルー、この馬もこのグループ、その外にツインジャッジ、さらにはファイナルビクトリー、青の帽子イージーサーベル、その後ろすぐ隣にメイクサンライズ、その外にグロリアシークレット、最後方にチャペルドライバー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から13番フィールドサンセット、一気に先頭に立ちました。9番スーパークリーク、2番手を追走ナインファント、すぐ後ろ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはフィールドサンセット、2番手に9番スーパークリーク、ナインファント、すぐ後ろ、その後ろにマスターマッチ、その後ろからはシングルワイン、その隣にツインジャッジ、クールウィーク、すぐ後ろ緑の帽子ブライトムーン、その後ろすぐ隣にダッシュエレガンス、内からはトラストタウン、青の帽子イージーサーベル、その後ろ内からはロススルー。並んで5番ファイナルビクトリー、すぐ後ろにチャペルドライバー。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から、先手を取ったのはフィールドサンセット、その後ろからはナインファント、好位置をキープしています。スーパークリーク、黄色の帽子マスターマッチ、その後ろこれに続くのがシングルワイン。並んで14番ツインジャッジ、イージーサーベル、この馬もこのグループ、クールウィーク、すぐ後ろ。並んで12番ブライトムーン、トラストタウン、そのうちに続いています。その隣にダッシュエレガンス。さあ先頭はまだ13番フィールドサンセット、ナインファント、ほとんど差がありません。マスターマッチ、3番手スーパークリーク、いい位置です。さあここからどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。フィールドサンセット先頭、スーパークリーク先頭、2番手はフィールドサンセット追いすがる。やはりスーパークリーク先頭だ。あと 200m スーパークリーク先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。スーパークリーク2番手はロスする。スーパークリーク今降臨、段違いの強さです。スーパークリーク1着、2着はロスする。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。スーパークリーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を舞うのはどの馬でしょうか。コスモフォワード前に行きそうです。ムードヨーク、それに続いています。さらにはデッドサートル、2番クリスマスキス、その後ろ。それでは先頭から先手を取ったのはコスモフォワード、その隣にポーラーファルコン、その外にデッドサートル、タイムリーフット、そのうちに続いています。内からはクリスマスキス、並んで1番メイクノベル、その外にメルシーサイレント、バンブーメモリー、この位置です。その外にムードヨーク、アンダードミニオン、そのうちに続いています。内からはモンローフラッグ、セカンドインディア、そのうちに続いています。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。コスモワード先頭、差はほとんどない。残り 200m、 コスモワード先頭だ。しかし後続のアシードもなかなかいい。バンブーメモリー、バンブーメモリー、もう一伸び、バンブーメモリー、バンブーメモリー、1着、2着にはどうやらコスモワード、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。バンブーメモリー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
2着はパワーチトリビュート、これは桁外れの強さだ。ノーマースピーディの競馬シーンを沸かせた優駿がここ阪神競馬場に集結しました。あなたのそして私の夢が走ります。さあいよいよグランプリ宝塚記念の発走です。さあ最後は大外枠のメジロマックイーン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはノーブルフォーネット、セイウンエンパイア、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくノーブルフォーネット行きました。続いて前へ行くのはセイウンエンパイア、さらには豪商ファルカ、2番オサイチジョージ、その後ろメジロモントレー、後方に控えました。もう一度先頭からノーブルフォーネット先手を取りました。並んで4番セイウンエンパイア、この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。1番人気のメジロマックイーン現在先頭です。では前の方から先手を取ったのはメジロマックイーン、すぐ隣に豪商ファルカ、間が空いてカリブソング、セイウンエンパイア、すぐ後ろその隣にノーブルフォーネット、その横にオサイチジョージ、 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここで豪商バルカ先頭に変わりました。ここで先頭が入れ替わりました。セイウンエンパイア、豪商バルカ2番手に控えました。メジロマックイーン E 位置、安城の豪サインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はセイウンエンパイア、レッツゴーターキー続いています。内からは豪商バルカ、メジロマックイーン、後位を追走、4コーナーをカーブして、さあこれからです。セイウンエンパイア先頭、差はほとんどありません。2番手はセイウンエンパイア、セイウンエンパイア、さあ果たしてこの足色はどうか。メジロマックイーン粘り込みを図ります。メジロダイヤ、メジロダイヤ、メジロダイヤ1着、2着にはどうやらメジロマックイーン、これは驚きました。メジロライアン間違いありません。なんとメジロライアン。Thank you.